帰国後の10月31日、両陛下は日本記者クラブ主催の公式記者会見に初めて臨まれました。この、原子爆弾が、投下されたことに対しては、遺憾には思ってますが、こういう戦争中であることですから、どうも、広島市民に対しては気の毒であるが、やむを得ないことと私は思っています。テレビにはいろいろ、見てはいますが、放送会社の競争がかなり激しいので、今どういう番組を見ているかということには答えられません。